架空電車線方式、架空電車線方式、架空電車線方式が、空電車線方式とは、電気鉄道の終電方式の一つである。車両が通る空間の上部に架線を張り、ここからパンタグラフなどの終電装置によって終電する方式である。架線終電方式ともいい、架線はトロリ線、電車線などと呼ばれる。トロリーバスは架空電車線方式、 鉄道では架空電車線方式と第三機乗方式がほとんどであり、新交通システムも第三機乗方式からの発展形である。基本的な構造としては、鉄道車両などの終電装置、パンタグラフと接触して電力を供給するためのトロリ線、それを吊るしまたは指示するためのハンガイアードロッパ、吊り河線、懸垂外し、 釣り具でアルブリとメガネ具と曲線引き金具、それらを指示するで円柱、ビーム、可動ブラケットなどの指示物で構成されている。直流電区間では、確実な送電のために、変電所から、起電線が下線に沿って付設され、標準で250メートルごとに、起電分岐線、フィード E やによりトロリ線に接続される。トロリ線を吊り下げる方式のため、トロリ線の重量によりたるみが生じ、 指示間隔が長く、重量が重く、張力が低いほど、そのたるみが大きくなる。車両の速度が低い場合には、トロリ線のたるみが多少大きくても、終電装置のトロリ線に対する追随性には問題ないが、車両の速度が高い場合には、終電装置、パンタグラフの上下動が激しくなって、トロリ線から離線するなどの障害を起こしやすくなる。そのため、 火線には適切な張力を与える必要がある。終電装置がトロリ線を通過するときには、トロリ線は押し上げられ、通過後は自由振動を起こした後に振動は減衰していく。火線には押し上げばね、定数があり、火線を支持する支持点では大きく、支持点の間の中間付近での景観中央では小さいため、終電装置が通過する際には、支持点では 河川の押し上がり量が小さく、景観中央では押し上がり量が大きい。そのため、終電装置は上下変動を繰り返しながら進んでいくようになる。材質には、起電線には行動より、線、高アルミより線が使用される。トロリ線には、主に行動トロリ線が使用されるが、耐熱性を上げた銀入り道トロリ線、新幹線の高速区間用として、 銅に鋼心を入れた CS トロリ線、大麻盲星に優れた鈴入り銅、石質強化銅合金、PHC トロリ線がある。釣り火線には一般には、アエンメッキ鋼より線が使用されているが、起電釣り火式と CS トロリ線を使用しての、シンプルカテナディ方式、工述では、項銅より線が使用されている。トロリ線の断面形状には、形円形、溝形円形、 異形などがあるが、日本では、溝形円形が使用されている。断面積は、在来線の本線用が 110mm、在来線の側線用が 85mm、新幹線用は 170mm が使用されており、引っ張り強さに対する安全係数は、行動トロリ線で2.2、CS トロリ線で2.5としている。また、トロリ線には、流れる負荷電流、抵抗損、 終電装置のスリータの接触抵抗、停車中に列車の補給類の使用により流れる補給電流により温度が上昇するため許容温度が定められており、トロリ線で接し90度、他の裸電線で接し100度としている。下線は終電装置のスリータの摩耗が偏らないよう、スリータに対して横方向に蛇行して貼られており、それによる レール中心に対する下線の左右の偏よりを変異と言う。実際には、直線区間でワブリとメガネ具を、曲線区間では、曲線引き金具を使用して、トロリ線とビーム、可動ブラケットの間に取り付けることにより、トロリ線に左右の変異を付けさせるとともに下線を補させる。また、終電装置のスリータの摩擦で、トロリ線も摩耗するため、トロリ線の使用限度が決められている。 電圧が高い交流電区間では直流電区間より河川を支持する懸垂外資の個数や稼働、ブケットと電柱の間に取り付けられている長官外資の段数が増やされる。また、河川の望ましい条件として次のことが挙げられる。河川のトロリ線までの高さは軌道上面から 5100mm を標準として 最低 4550mm から最高 5400mm としているが、狭いトンネル内、強小建築限界トンネル、交代河川の区間、ミニ地下鉄ではこれよりも低くなることがある。また、桜木町事故以降、河川の断線による列車火災を防止するため、折りたたんだ終電装置と河川との距離を直流 1500V の場は 250mm 以上。 ミニ地下鉄では1 5 0ト、mm、ルとすることや、車両の屋根を絶縁体で覆うことが決められている。また、トロリ線の変異は、曲線での下線の変異なども関連して、軌道中心から左右で、最大2 5 0ト、mm、ル新幹線は3 0 0、mm、トルとしている。また、終電装置とトロリ線の間の高低差は、少ないのが望ましく、高低差を、 河川の指示点間隔で割った値において、本線では3、1000以下とし、側線では15、1000以下にとなるようにしている。河川を指示する電柱には、木柱、コンクリート柱、鋼管柱、鉄柱などがあり、電柱の設置間隔は50メートル程度であるが、曲線区間などでは短縮される。レールを挟んで向かい合う2本の電柱の間に、取り付けられ、懸垂外し、 釣り火線、トロリ線を吊るしまたは指示するビームには固定ビームスパン線ビーム、交換ビームがあり、他に電柱に直接取り付けて、その接合部を中心に自由に回転して、下線の移動に追随できる構造の可動ブラケットがある。線路が交差するポイント箇所では、下線も交差させる必要があり、2つのカテナリー釣り火式の下線が交差する場合では、 二つの交差するトロリ線相互の位置関係を保持するために、トロリ線の交差部に交差金具を取り付けて、機械的に接続され釣り下線の交差部に巻き付けグリップが巻かれるほか、交差する釣り下線同士と釣り下線とトロリ線の間に、コネクタ交差するトロリ線同士に交差用のフィードイヤーが取り付けられて、電気的に接続される。これらは交差式渡り線装置と呼ばれており、 交差金具はトロリ線で、機械的に接続する一段式とトロリ線と下線の二つを、機械的に接続する二段式があり、前車は在来線、普通鉄道で使用され、後車は新幹線で使用されている。また、交差式渡り線装置は、本線を通過する列車のパンタグラフに対して、交点となるため、本線用のトロリ線と側線用のトロリ線とが、 交差しない無交差式渡り線装置が開発されており一部の新幹線に使用されている。河川、電閣間の終端には河川終端標識が設置される。河川柱等からの釣り化方式により以下の分類がある。釣り下線を設けず、とろり線のみを直接吊るしたもの。費用が安くて済み、列車速度は時速 50km 以下に制限されるが、 利線しにくい構造にした場合には、時速 85km 以下に引き上げられる。路面電車やトロリーバスといった路面交通で一般的に使用されているほか、鉄道線であってもコストダウンのため、運転密度や最高運転速度の低い、関山線区で採用される例がある。日本では、八彦線、越後線、和歌山線、堺線のそれぞれ一部区間、土産線の電化区間など、 日本国有鉄道末期に電化されたローカル線や、銚子電気鉄道線にその例がある。カテナリーイコール、カッタネリーとは懸垂線の意味、最も多く用いられる代表的な河川である、パンタグラフが接触する部分であるトロリ線と、トロリ線をハンガーと呼ばれる、金属線5メートル間隔で、設置を釣り河川で吊るして指示する構造となっており、列車速度は、 時速 100km 程度までに制限される。なお、この方式にて、地方の幹線などで、メンテナンス頻度の低減を狙って、トロリ線、釣り下線を特に太くし、聴力を高めたものを、ヘビーシンプルカテナリー式と呼び、列車速度は時速 130km 程度までに引き上げられる。なお材質は、釣り下線は、アエンメッキ高線を、トロリ線は、 溝付行動線を使用している。最近の新幹線では高速シンプルカテナリー式が採用されており銅に鋼心を入れた複合構造として機械的強度を高めるとともに波動電波速度を向上させた CS トロリ線を使用して時速 300km 走行まで対応が可能な性能を持つ CS シンプルカテナリー式と無酸素銅にクロムとジルコニウムなどを添加して CS トロリ線と同等の強度を持ち、導電率が高く、高度が大きいため摩耗率が低く、摩耗時でのトロリ線の張り替え周期の延長や、リサイクル性が高いなどの特徴を持つ、石質強化型同合金トロリ線、プリシピテーション、ハーディンドコパーアロイトロリーワイヤー、略称 PHC を使用して、時速 350km 域までの走行に、 対応が可能な高速性と経済性と両立した PHC シンプルカテナリー式の二つがある。PHC シンプルカテナリー式では、釣り河川とトロリ線の間に、高速性の確保とトロリ線の極部摩耗の低減のため、ダンパハンガー線とコネクティングハンガー線を取り付けている。CS シンプルカテナリー式は、1九9七年以降に開業した北陸新幹線の高崎。 長野間、九州新幹線の新八代鹿児島中央間、東北新幹線の森岡八戸間で使用されており、PHC シンプルカテナリー式は2010年以降に開業した東北新幹線の八戸から、新青森間、九州新幹線の新八代博多間、北陸新幹線の長野金沢間、北海道新幹線で使用されている。 シンプルカテナリー方式の河川を二組並べたもの。デュアル、あるいはダブルシンプルカテナリー式とも呼ばれる。100ミリメートル間隔で河川に並列して仮設しており、シンプルカテナリー式とほぼ同じ設備で、負荷電流を増大できる。なお、列車速度は、時速140キロメートル程度までに制限される。運転密度の高いライト試験の路線や幹線、連続急行バイク間、 背の鉢のり線で使用されている。吊り河川を横に2本並べたもの。風による影響が小さくなるため指示間隔を長くすることができる。パンタグラフによるトロリ線の押し上げ量を平均化する目的で吊り河川とトロリ線の間に補助用吊り河川を追加し、それを吊り河川がドロッパー10メートル間隔で設置で指示して補助用吊り河川が ハンガー5メートル間隔で設置でトロリ線を指示する方式。高速走行時の利線が少なく終電容量も増加するため、運転密度が高く高速走行する路線、JR 神戸線、関西空港線、近鉄大阪線、阪急京都線、宝塚線の東側副線を含む、神戸線、阪神本線、南海本線、空港線などで使用されている。 新幹線、九州、北陸、北海道新幹線と東北新幹線の一部を除くでは線を特に太くし、張力を高めたヘビーコンパウンドカテナリー式が採用されており、列車速度はコンパウンドカテナリー式の場合は時速 160km 程度までに制限されるが、ヘビーコンパウンドカテナリー式の場合は時速 200km 以上まで引き上げられる。 東海道新幹線では開業当初、高速で通過する終電装置による河川の振動を減衰させるために、コンパウンドカテナリー方式の吊り河川と補助吊り河川の間のドロッパー10メートル間隔で設置に合成素しバネとダンパーの機能を兼ね備えたハンガーを挿入した合成コンパウンドカテナリー式が採用されたが、合成素子の重量による強風の際の 河川系全体の揺れが大きく、事故が多発したため、後にヘビーコンパウンドカテナリー式に改修された。現在では、京浜急行電鉄本線において見られる。カテナリー式の吊り河川を、太く電流が流れやすい線上として、起電線と兼用させたものを、起電吊り河式、フィーダーメッセンジャーと呼んでいる。そのため、吊り河川は、起電線と同じ行動より線を使用している。 例えば中央本線などの競商トンネルで使用されるパイカ線方式がある。起電釣り化式の大きな利点として、線上数や部品点数を削減できることから、近く間のほか、近く間外、トンネル外でも適用が進んでおり、東日本旅客鉄道、JR 東日本のインテグレート線、西日本旅客鉄道、JR 西日本の ハイパー河川などの開発名称が付けられている例がある。また、成田スカイアクセス線の新規建設区間である、インバニホイダイ駅ネゴヤ信号場間では、起電釣り化式としては、初の時速 160km 走行に対応が可能な起電釣り化、コンパウンドカテナリー式が採用されている。鋼材を直接トロリ線とするものや、鋼材に直接トロリ線を付けたものを、 高耐河川式と呼び断線しにくいという特徴を持つ。カテナリー釣りのスペースを取れない地下鉄などの地下路線での採例が多い。河川の柔軟性がないためにパンタグラフの利線が多く、列車速度は時速 90km 以下に制限されるが、高速走行に対応できる電車線及びパンタグラフを使用する場合には時速 130km 以下に引き上げられる。そのため、 JR や大手私鉄での採用区間では、当該区間を走行する際は、車両のパンタグラフを2基とも使用するなど、その数を増やすことによって対応していることが多い。近畿日本鉄道ではこの弱点を克服するため、合体河川にカテナリー付きとした独自の合体河川を採用し、新青山トンネルや近鉄ナンバー線などのトンネルや地下区間で採用している。トローリ線は、気温や、 日照の変動、流れる負荷電流による発熱により伸縮するため、たるみが発生すると、終電装置の終電状況が悪化して、トローリ線の摩耗を異常に促進したり、逆に高い張力になると断線する恐れがある。そのため、下線の張力を常に一定の値に調整することが必要となる。そこで、自動張力調整装置、テンションバランサなどとも呼ばれる装置を下線につけて、 河川の張力を自動的に一定の値に調整している。一般的な河川の張力の値としては、在来線が 9.8KN、砕いていえば1トン、新幹線は 19.6KN としている。一定間隔ごとに設置されており、架空電車線の長さが800メートル未満の場合は、片側800メートル以上1600メートル未満の場合は、両側に設置する。そのため、 架空電車線同士の境目ができてしまうので、そこを電気的に接続しておく必要がある。接続の方法としては、架空電車線同士を少しの間平行に設置して、架空電車線同士をコネクタ、金具で接続する方法で、電気的に接続するため、車両側から見れば架空電車線が入れ替わるように見える。重水式と読む。 最も広く用いられているタイプで、滑車と釣り合いを盛り、水の量によって架空線の張力を調整する。日本では、滑線につながる小滑車と重りにつながる大滑車の二つが同軸に固定され、釣り滑線ととろり線を一組のおもりで引っ張る方式が取られている。それぞれの線の張力に差をつける場合は、二組のターンバックルと天秤式のヨーク、ヨークで調節する。 一方、ヨーロッパでは、釣り河川とトロリ線を二組の滑車と思い出で別々に引っ張る方式が広く見られる。バネの縮む力によって架空船の張力を調整するタイプ。液周端部やカーブ区間のほか、重水式の設置が難しい箇所から普及が始まったが、JR 各社は重水式をバネ、式で更新しており、使用箇所の区別はなくなりつつある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。